皆さんこんにちは、梅澤みなみです。今日は何をしていくかと言いますと、あるものを作っていきます。うまくできるかわからないんですけど、頑張って作っていくぞ。イエイ。それでは早速イラスト描いていこうと思います。こういうイラストを描くのはあまり得意じゃないけど、でもこれはちょっとね、なぞってる感じでなんかシルエットっぽく使いたいので、私にもできるんちゃうん。え、いい感じじゃないですか。今んとここんな感じ。えい。真剣になっちゃうな。いいかしら。ええやん。じゃん。え、いい感じじゃない。どう、いいよね。できた。できました。いつもこのグレーっぽい色。え、めっちゃ可愛くない。できた。できました。いいんじゃない。ちょっとさ、真剣になっちゃうな。これみんな私が描いたって信じてくれないんじゃない。この動画見てもらえばいいか。ドリーミーやって今描いてみたんだけど、文字のバランスは全然違うくない。もういいや。一旦いいや。一旦これで色付けしてみよう。どう？ね、目赤くなってきた。見てください。今日は5時に起きました。目が真っ赤になってきた。画面見てたら。不気味。もう変になってきちゃったよ。よし。完成。完成しました。こちら完成したということで。こちらをステッカーにして皆さんに配りたいと思います。みんな貼ってください。はい、じゃあ私に行きましょう。レッツゴー。はい、ということで私が作ったステッカーがなんと皆さんにお渡しする当日に届いたということで見ていきたいと思います。えい、じゃーん。ちょっとさ、これ衣装なんだけどさ、衣装が衣装すぎて宅配業者みたいになってますけど、開けていきますよ。いい、開けます。あった、すごい。こういう感じで届くの。まだ見てない、まだ見てないです。え、いい感じじゃない、サイズとか。じゃーん。ちょっと待って、かわいいかも。できました。かわいいやん。これ全部描きました、私が。すごくない？じゃーん。いいね、めっちゃかわいい。なんかまあシンプルにしたいなと思って、みんなが貼れるように。で、主張も、これ主張が強いか。まあ主張の強さというか、なんかちょっとかっこいい感じの、まあ、デスゲームがテーマのお話なのでね、割とシンプルにちょっと色をポイントで入れつつモノトーンで仕上げてみました。可愛いんじゃないですか。いいじゃん、いいじゃん。4人分入れました。皆さんお疲れ様です。草です。お邪魔します。ちょっと渡したいものがあって。ん、
今日のために準備してきました。お、お年玉？ありがとうございます。これは宮山さん。ありがとうございます。こちらが日向さん。ありがとうございます。なんだ？浜地さん。ナミさん。ありがとう。これを渡すために潜入しておりました。ありがとうございます。開けてみてください。わあすごい。なにこれ。あれこれ作りました。すごいじゃん。すごいじゃん。そうなんですよ。すごいじゃん。わあプレミア。すごい。そうなんですよ、イニシャルにしました。あ、これイニシャルなんだ。役名イニシャルにしました。すごい。これステッカーをひっそり、めちゃくちゃ準備して、めちゃくちゃいいじゃん。書きました。しかも梅ちゃんが似顔絵描いてくれた。そうなんです。それは宮川さんだけ。僕ら今はね、全員いなかったから似顔絵宮川さん。そうなんです。もう今貼ります。本当に？もう iPhone ケースに貼りましょう。絶対すぐ撮るんだろうけど。撮らないっす。撮らないっす。嬉しい。3枚分貼れるから。ね。そうなんです。3枚分？2枚分じゃない？え？あれ？あ。3枚分？え？ちょっと待って。あれ？おかしいな。3枚分？え？みんなが。えってなったけど、なんかちょくちょく置いてない。ちょっとわー、かわいい、貼りました。わーい、ここはラジブロ君でございます。これはラジブロ君で出てきますからね。もうデスゲーム、全面デスゲームで固めたいと思います。ありがとうございます。こちらをぜひ最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、私の任務完了いたしました。皆さんにステッカーもお渡しして、作成からなんとかやりきりました。まあ今日のね、あの動画を見て、このチームの雰囲気の良さが伝わったんじゃないかなと思います。本当にいい空気感でやらせていただいて、皆さんに支えていただいて、ドラマ撮影頑張ってますので、デスゲームで待ってる。まだ放送始まったばかりです。この後もどんな展開になっていくのか楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは感想などどしどしお待ちしております。さようなら。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。